さんこんにちは、あやです。 AYA あやです。今日はね、うちの大事なマネージャーに感謝の気持ちを込めてこの動画を撮ろうと思ったんだ。まあ聞いてくれよみんな。うちのマネージャーとはね、4歳から仲なんだ。そう、4歳の時私が引っ越してきたんだ、あのマンションにね。そう、あいつは確か滑り台の上にいたかな。それで私は言ったんだ、一緒に遊ぼうって。そしたらあいつさ、優しいからこう言ったんだよ、いいよって。そっからあちらは大親友になったんだ。そう、もう切っても切れない。そう。とにかく今日はね、長年の、まあ、親友でもあり、今はねしばらんチャンネルを手伝ってくれているマネージャーに、あやから曲をプレゼントしようと思うんだよね。で、頑張ってる人に何かをあげたいなと思って、その時に思いついたのがね、リポビタンデーだったんだよね。まあ早速舞台を用意するからちょっと待ってて。見切れてね、リポビタンデーが見切れちゃった。ダメだ。ミス、ミス、ミス、リサ、ミス、ミス、ミス、リサ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 、カノン。リサ、ちょっとここに座ってもらっていいかな。どうこのリポビタンデーのここのところに。これ何？何？これ何？リポビタンデー。私のステージ今日はあやなんとしてでもなくて、まあやとして、まあ恥ずかしいからさ、普段こんなことを言えないけど、こういう形で、まあ、20年来の親友、日頃頑張ってくれてるリサにね、私から、あとあや AKA ゆうすけ柴田なんだけど、二人で曲を作ったんで、ちょっと聴いてもらおうと思います。ありがとうございます。あ、足とか崩して全然大丈夫だよ。あ、そうそうそう、 OK いいかな。水分補給とか平気？はい、大丈夫です。手拍子とかした方がいいかな？あ、全然手拍子とかは自分のあれだよね、バイブスで感じてもらえれば別に、まあやしてもらってもいいんだけどね。したかったら多分自然と手が叩いちゃうと思う。それでは聴いてください、リポビタンで。リポ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 ビタでポリ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 リポビタでポリポビタのでは何ので努力のでリポビタのではなんのね、頑張れのでで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 、やすいつも頑張ってるあなたへ。どう？ありがとうございます。すごい素敵な歌で、やっぱ心に響きました。あ、本当？どう感じた？いろいろやっぱこう手拍子も自然に出ちゃったよね。やっぱ22年の思い出と、そしてこれからの未来へのなんだろうね、いろいろ感じたと思う。やっぱうちらってなんだろうね、家族みたいなもんじゃん。だからこれからもよろしく。ありがとう。頑張ってこうな、ありがとう、2人で、いや、4人で。ありがとう。
ありがとう。じゃあ乾杯。乾杯。やっぱ一曲終えたこのステージの後のリポビタンデーって最高だよね。みんなも自分の大事な人とか大切にしたい人とかさいたらね、専業主婦で頑張ってるママとか、そしてこの動画を見てる全てのみんな、そんな頑張ってるみんなへすごくリポビタンデーっていいと思うから、みんなも飲んでみて。じゃああやは帰るよ。ありがとね、時間取らしちゃって。あ、うん、いつでも呼んで。じゃ Thank you。 というわけで今回は、大正製薬リポビタン D さんとのタイアップ動画でした。本当にゆうくんが考えてくれて歌詞をね、それで私がメロディーつけたの。どうでした、リサさん。すごいいい曲でした、うん、いい親友だなと思ったでしょ。いい親友だなこのね、リポビタンデーさんが7月1日から届けファイトキャンペーンっていうのをやるそうです。で下の概要欄に貼ってある URL になんか応募フォームみたいなのがあるんですけど、そこに自分が思う頑張ってる人に対するこの思いとかエピソードとかを書いてもらって、それを送ってもらうと抽選で2000名様にリポビタンデーが20本届くそうです。なんかこういう機会がないと多分言い出せない人とかもいると思うんですよ。なんで、あ、このあやなの動画から応募してこうしたんだよっていうので、こう理由付けて普段なかなか言えないお父さんとかお母さんとかね、そういう人にこう届けてあげたらすごく嬉しいんじゃないかなと思います。今回私はそれをマネージャーのリサさんにやらせていただきました。本当にリサにはね感謝してるから、この歌を作れて本当に良かったなって思ってるリボビタンデーさん、今回はありがとうございました。本当にというわけで、ぜひぜひ皆さん下の URL からサイトチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。というわけでまた次回のサブチャンでお会いしましょう。バイバーイ。